アロハ UJ です。今日ね、夕方涼しくなってからククイナッツ割ってたんです。こんだけ割れた、見て。割るとね、身がポロって剥けるわけじゃない、みんなこうやって砕けちゃうんだけど、2つだけ身のまま取れたの。こうやって見て、あとね、もうちょっと暗くなったら燃やしてみようか。一体一つの身で何分燃えるか検証実験やってみたいと思います。暗くなるのが楽しみです。こんなに集まりました。ハロハ UJ です。今日ね、ククイナッツ割ってたら大きな実が取れたので、これです。何分ぐらい一つの実で燃えるのか、燃えてるのか、ちょっと火つけてみようかなと思って、ここ夜だけどラナイにやってきました。これから行ってみたいと思います。行ってみます。はい、着きました。スタート。1分経過です。2分経過です。3分経過です。
4分経過です。消えてきた、消えてきた。5分持つか、5分持つか。4、3、2、1。はい、終わりです。5分3秒です。5分3秒燃え続けた。すごかったね。今日の実験はここまでです。また何か思いついたらすぐやろうと思っています。ありがとうございました。